千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、40代で総入れ歯にした人の感想はという質問にお答えしたいと思います。40代で総入れ歯にする方、40代で歯がボロボロになるという方はと多々見ますが、総入れ歯の方は私の歯科医師人生ではと今まで一人もいません。というと40代は多分そんなにいないのかな、40代で総入れ歯の方はそれだけ少ないんだなと思います。と感想ですが、もちろん、悪い感想としてはと喋ってるうちに、喋ったり食べてる時にと入れ歯が外れてしまう、またと喋る時に発音しづらい、ご飯が食べづらい、歯茎に当たって入れ歯が当たって痛い、入れ歯と歯茎の入れ歯と歯茎の間に物が詰まって痛いなどと悪い意見が先行しますが、もちろん歯がない方から、すると入れ歯入れないでずっとご飯食べていたけどと入れ歯を入れることによってものすごくご飯が食べやすくなったと、食べてる時が楽しくなった、また人と話す時にと口元を隠さないでと歯があるのでとちゃんと笑えるようになった、喋れるようになったという、意見も聞きます。そういえば、まあ、もちろん歯がない状態を作らないのは大前提ですが、とそういえば、歯が一本もなくなってしまった場合はと早めに入れ歯を作るようにした方がいいと思います。かなり歯茎だけでご飯を食べられている方、40代ではないですがと多いです。歯があるなしだ と脳の活性化も違います。なのでと入れ歯は、まあ、嫌かもしれませんがと嫌がらずに作って、しっかりと日々の生活を送れるように使ってください。ともしご質問ご相談があればお答えしますので、コメントいただければ嬉しいです。